はい、どうも SNC コンサルティングの月寄です。お疲れ様です。あのね、アドセンスですよ。 YouTube の、 広告収入ですけども、2年前にこのアカウントじゃないですよ、別のアカウントなんですけど、2年前にやり始めた時は、広告収入で最初はね、月ね100円とか200円とかだったね、2年前ぐらいは。で、その次の月は大体300円ぐらいになって、でその次の月はなんか400円ぐらいになって、大体ね100円ぐらい毎月アップしてたね。だから一月目100円じゃん、100円もいかなかったかな、でも100円だとして、で2月目が200円ぐらいいくから、動画ずっとアップロードしてるからね。でそこで合計300円じゃないですか、総収益ですよ。で、3ヶ月目は今度また100円ぐらいアップして300円ぐらいになるから、そうすると1ヶ月目100円、2ヶ月目200円、3ヶ月目300円ってなってくると、3ヶ月目で合計600円ですよ。で僕のあのビジネスモデルっていうのは、別に広告収益で、収入を得てる人ではないですから、 YouTuber ではないですからね。まあいいんですけど、広告収入に関しては。でもさ、もらえるなら欲しいじゃんということで、まあやってるわけだけれども、それがね、1年後ぐらいにはね、だいたい毎月ね1000円ぐらいにはなるわけですよね。で最近ね、久しぶりにまた僕の本体っていうか、一番メインのアカウントのアドセンスを何ヶ月ぶりかに見てみたら、最近はね月3500円から4000円ぐらい売り上げてるというか、広告収入をゲットできてるという状態ですね。で例えばそのいわゆる有名どころ、例えばそのヒカキンさんであったりとか、メグウィンさんであったりとか、まあ、いろんな方がいらっしゃいますよね。でそういう方たちの再生数見てると、あ、なるほどねと、こういう人たちはもう本当に動画だけでとりあえずは相当な金額いってらっしゃるなというのは分かりますね。であれですよ、まあね、諦めないでほしいなと。僕だって最初は100円だったわけですよ。最初は100円だったところから始まり、1年経ったって月1000円ですよ。でそれが2年ぐらいやり始めた今、まあ、動画がどんどん溜まっていくからね、普通に僕算数分かんないからあれなんだけど普通にこう比例でね、グラフでいうところのなんかこう正比例していく感じじゃないんだろうね、多分。よくわかんないけどまあやっていけばやっていくほど動画が溜まっていくから、多分ね、上がり方が変な上がり方するんだわ、おそらく。だから最初は全然その収益上がんないんだけど、時間経てば経つほど良くなってきますよ。なので、諦めないでほしいなというところはありますね。でやっぱりね、広告収入だけでがっつり普通に生活できて、なおかつ貯金もできるぐらい稼ぐっていうのは、これはね難しいわ。ヒカキンさんとか、ヒカキンさんの真似しても多分なかなか難しいところはあるよね、もうね。僕は相変わらず何度も言ってますけれども、ニッチなジャンルでトップ取るのが得意なので、他のことやらないと後追いでみんなやろうとしてますから、そこでは勝てないよね。だからなんか変なジャンルでやり始めるんだったら、やり始めなきゃダメじゃないですか。ニッチなジャンル考えてみようね。ニッチなジャンル、まあ、僕はやってて面白い方がいいと思うんで、僕はどっちかっていうとメグウィンさんタイプの方が好きなんですよ。見てて面白いし。でも多分稼げるモデルっていうのはヒカキンさんの方なんですよ。相手が子供だから、課金に見境ないからね子供っていうのは。あれはなんか勝手にスタントやってみたらどうすか。あの上島竜兵さんばりのダチョウ倶楽部のやらせはやらせなんだけど、結構ガチでスタントを自分で頑張ってみるみたいな。
例えば友達に協力してもらって、まあ、時速10キロの車に当たる。で時速20キロの車に当たる。いやでもこれはあれだな、めぐみんさんと系統的に一緒になっちゃうな。あでもスタントっていうところで縛っていけばいいのか。自分の恋愛のね状況を淡々と綴っていくとかね。あこれありだな、これありだわ。特に女の子だとなおさらあり。で男の子の場合はあなたが男性なんであればただそののろけ話してても意味がないですから、まあ、基本的にはね喧嘩だよね、やっぱ喧嘩。まあその辺難しいな、やっぱな。ファッションとかもまあありかな。ファッションチャンネルはいいんじゃないですか。僕みたいなダサ坊がなんかいろいろねチャレンジすると、いろんなお洋服買ってみて。ああそれいいね。それ諦めずに続ければ多分取材あるね、やっぱり。おそらくなんかねこだわりっていうのがやっぱあるといいと思うよ。うん、こだわりがないとねやっててつまんないし諦めちゃうじゃん。側近欲しいとかって思ってちゃダメですよ。だって今これね平成26年の5月違うな6月の半ばぐらいの撮影なんですけどね、僕のねこのビジネスチャンネルの再生回数とか一つ一つの動画のね再生回数を見てくださいよ。これね常人なら諦めるレベルですよ本当に。あなただったら諦めてません？もしか。だってほとんどの動画がほとんど見られてないでしょ。あとわけのわかんない題名にしたら再生回数は上がるけどみたいな。でもねこの再生回数で徐々にねあのチャンネル登録者は増えてるんですよ。これねこの努力ね、うん、だから僕ら天才じゃないのでこういう努力をやっていくしかないんですよ。それが、まあ、3年後4年後に花開いて、でその時には花開けばある程度安心してね、動画の撮影も別にその日々の生活に追われながら月のね、食費のことを考えながら動画撮るとかってやらなくていいから、またいろんなところに力を割くことができるようになるんだけど、それをねやっていくしかないよねやっぱね。うん、まあ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 そんなこんなで僕の広告収入が今現状月4000いかないぐらいになりましたというご報告です。このチャンネルではないですよ。このチャンネルはもう広告収入とかそういう話じゃないレベルの再生回数じゃないですか。それでもやっていけるのはなぜかと。こいつはねなぜねお金にもならない、今現状になってないじゃないですか。ならないことに関してこんなにやっていけるのかっていうと、面白いから喋ってるんです。偉そうに喋るのが好きだから僕は偉そうに喋るのが好きなんですよ。だから何の利益もなくても今やってられてるんですね。うん、これが変わる時が来るから間違いなく、ポロンと要は収益化っていうところではできるので、それまでも温めてるったら言い訳になるかもしれないんだけど、ちょっと今他のねそのメイン事業の方でやっぱり忙しくて、まあ忙しいは言い訳ですな。そっちをまあやりたいっていうところもまああるので、うん、でもいくらでもできると思いますよ。僕は多分オフ会も多分このビジネスチャンネル絡みでオフ会やり始めるでしょうし、スカイプでのなんかもやり始めるでしょうし、当然ね情報商材も販売します。直販でね、もうねインフォトップがめんどくさくないですか、あの審査。これ無理だわ俺いい審査とか大変、大体僕ホームページ作れないからね。ああでも業者さんに頼んでもいいのかな、ランディングページ。もうホームページ作れないから PDF で作ったからね、ランディングページ。LP ってやつね。
なんか結局その全部いろいろね注意事項とかが書いたやつをさ出さなきゃダメでしょ。要はあの情報商材の販売業者の方よ。僕アフリエイターはあんまりやらないので大変だったね。だから PDF で作って PDF でいろいろ埋め込んで、で PDF でランディングページ作るってすごくないですか。ワードだよ。ワードで作ったんだよ。ワードでいろんな図形入れまくっていろんな写真入れまくって作ったのよ。よくできたなと思う。今なったらやる気が起きないね。ちょっと厳しい。大変すぎる。うん。何の話だったっけ。なんでランディングページの話になった。あ、何かいろいろやるっていう話だ。まあ情報商材は僕はインフォトップとかには出さないから、あのもうトラウマだから、もうもっと大きく、ものすごく大きくなったらやるかもしれない。インフォトップに投げちゃうっていうね。ランディングページを業者に発注して、もうその外注して作ってもらって、でそのままインフォトップにも申請させてお金を払ってやらすっていうことはやるかもしれないね。でもそれってなんかつまんなそうだから、僕はやっぱ直販が好きですね。今考えてるのは、まあ、今動画で喋ってるのは本当にあの僕の知識の多分ね2割ぐらいしか喋れない。正直公開できないっていうこと、喋れないっていうか、あの僕まあ出身がまあ探偵業者っていうところなんで情報の質がえぐいんですよ。だからあんまり公開できないの、オープンには。だから僕が考えてるのはあれ、まあこれみんなやってもいいと思うしやるべきだと思うけど楽だから、あのさ YouTube の限定公開動画作って URL 売ればいいじゃないですか。多分僕それやりますよ。で結構超安く、1万とか2万とかじゃなくて超安い感じでやると思う。うん、なんかこうね、アルバム1枚買う感覚、2980円とかさ、それだったら買うじゃないですか。多分買いません、あなた。僕の超秘蔵のね、こうやってこうやってやっていくと熱いぜっていう。で僕がもう一つのその本体の方のチャンネルでどうやって何をやってるかとか、それが例えば1時間分ぐらいの音声で、音声っていうか動画ね、音声だけだとつまんないじゃないですか。まあ YouTube 使いますから当然動画なんだけど、動画で1時間分ぐらい熱い音声があって、それが3000円、どうすか、買う、買ってくれます。でも3000円だったら俺だったら買うよね。うん、やっぱさ PDF とかさ読むの大変じゃん。まあその顧客満足度高めて買った感出すには、まあ PDF でね、 PDF で300枚とかっていうのは熱いんだけど、実際さ僕も情報商材いっぱい買うけど PDF の部分って読まないじゃん。リアルな話、読んでもやらないじゃん。だから結局意味ないんだよね PDF 作っても。だったらまあね URL ポーンと送って1個でこれを見てくださいというふうにやった方が僕も楽だし、多分買ってくれてるあなたもまあ身になるというか、音で聞いて目で 見ながらこいつの喋ってることを頭の中に入れる作業、まあ今実際こうやってミーティングしてる感じじゃないですか、これは多分頭に入ってくるんですよ絶対。 PDF で読むよりね、人間ねコミュニケーションしないと情報なんて頭に入ってこないですから、インプットしてアウトプットですよ。うん、とか、まあ、情報商材オフ会、スカイプ相談とかね、うん、
あとあれやりたい、俺一緒にマレーシアに行くツアーやりたい。どうなんだろうねあれね。多分ね、あなたからお金をもらって、あのなんだ、航空券とかを代わりに取るのは多分僕旅行会社じゃないからダメだから、あなたが自分で航空券取って、でも国際線の航空券の取り方わかんないとかだったら、どこが安くてとか僕が教えてあげて、で一緒に行くと。でその一緒に行く案内料だよね、行っただけでまあ散々コンテンツは取れるから。だから海外オフ会みたいな感じで、その川島さんみたいにそのものすごい金額取るんじゃなくて、僕はまあ俗物ですからね。あれなんか画面が暗くない？まあいいや、僕は俗物ですからそんな金額取れないから、取れないからはそのものすごい年収1億ですとかになってないっていうね、分かってるけどできないみたいな、ダメなやつですよ。あとはあれだね、僕らのわけのわかんない、この僕らのチームの一員になる権利みたいな、まあ、ありだね。やっぱり普通には僕らみたいなのとは友達になれないじゃないですか。まあなってるラッキーな人もいますけど、まあいろいろ考えてはいますね。そこで僕のメイン収益が発生するので、まあ広告収入はメインではないんですよ。メインではないけど、でもね、ちっちゃい積み重ねで大きくなったなっていうのはね、嬉しいよねやっぱね、このね小さい嬉しさ。先月より今月の方が収益500円大きいじゃんっていう嬉しさがね、なくなんないのさ俺、嬉しいの。まあ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 、なんか話が長くなったのでそろそろ切りますけど、まあそんな感じですね。だからぜひ頑張ってみてください。諦めずにね、やってみましょう。はい、今回は以上です。 SAC コンサルティングの月寄でした。ではまた。